ちは、オーベルジュチャンネル入荷情報編です。今日届いた商品はこちらです。入荷情報なんですけれども、皆さんすごくお問い合わせが多かったのが、こちら、セカンド、もう先月号になってしまうんですけれども、こちらのページで扱っていただいたものたち、こちらが入荷しております。とご紹介いたしますと、まずこちら、これはデュプレックスというコートの、第2世代ですね。裏がちょうど30年代の、ハンティングジャケットやモーターサイクルジャケットの裏地をイメージして、マス柄で組んだタイプのリバーシブルコート、こちら2色で、入荷いたします。続いてこちら、これもお問い合わせの多い、ローデンクロスを使ったポンチョ型、もうこのグリーンとか最高ですよね。ちょうどサンプルが茶色しかなかったんで、このグリーンいかがでしょうか。ちょっと色映りますかね。こちらともちろん全く無染色、染めていない茶系ですね。こちらも入荷しております。そしてちょっとオーベルジュないんですけれども、非常にこれもお問い合わせの多い、エドワード・ノートンの25字コート、こちらの黒の非常にもう柔らかなタッチの、シンプルなタイプ、本人がねチェルシーでピットブル散歩させてる時に着てるのも黒ですよね、こちらの黒バージョン。あとちょうどこの時がウッディアレンのイメージで、別注素材こちらのグレンチェックを組みましたので、こちらの別注素材グレンチェックバージョンの、25字コートも入荷しております。これも非常にかっこいいオイルですね。まあざっとコート類こんな具合で、大充実の入荷が始まっておりますので、この辺もぜひお問い合わせをお願いいたします。あと忘れてはならない、うちの定番の、このクロシェットのついた、裏カシミアパーカーですね。これも中がちょっと今季はよりカシミア色を強調するようなベージュをちょっと強めに出してみました。こちらも、全サイズきれいに入荷しておりますので、お問い合わせをお願いいたします。まあ、これからね寒い、シーズンがお到来いたしますので、この辺りの、アウターでしっかり防寒対策、よろしくお願いいたします。お問い合わせお待ちしております。